なんか迷そう惑でそうすにそんなね。こと言われちゃって、そうそれですね。言わせない No, ためには何 thank か you. いいことないですか？寂しいの？みたいな。困ったな、私。ナンパの術、控える。やっぱそこ重要ですよ、そこは。そこは重要ですよ。福ちゃん、ピンチ。やっぱり、英語そういうとこから勉強していかないと、そうだね、楽しくないじゃないですか。まあ、そうですね。うん、ねえ、どうせ声かけるんだったら、そう、綺麗な女の人にこう声かける。そうですね。フランス語でなんか言われちゃったら困るよね。ボンジュール。ボンジュール。フランス語だったら知らない、私は。もう、ボンジュール。フランス人英語喋れるでしょ、多少。多少喋れるけど、フランス人はあんまり喋りたくないみたいですね。よく知らないですけど。でも、この間浅草行って、うどん屋さん入ったで、そこのうどん屋さんのシステムよく分かんなくってうろうろしてたら、フランス人が日本語でいろいろ教えてくれました。あしろこうしろって。あなたこうしなさい、70番寿司棒とか。あ、この人フランス人だと思って。浅草行くといろんな人種いるもんで、面白いよね。うん、韓国語もちょっと勉強したら、韓国語も喋りつつ、英語喋りつつ、ロシア語はちょっと無駄だから、フランス語もね、なんかこう試してみたくなる。ロシア語ペレストロイカ、プーチンペレストロイカ。あ、この間ね、あの安倍首相が焼津の駅前に来た時に、外人いたんですよ。あ、そうなんですか。僕声かけたんですよ、日本語ペラペラの外人で。Where are you from? って言ったら、ロシア。ロシアって。ロシア人か。ロシアテレビだろうって言ったら、はい、そうです。日本語喋ってた。やっぱ国際交流大事ですよね。そうですね。これから、やっぱこれからね、まあ、オリンピックも控えて国際化の時代ですから、まあ、英語勉強しましょう。安倍首相が来ると、やっぱり国際人がいっぱい集まります、ね。あ、そうかもしれないですね。取材の。そうですね。で、あの首相といえばね、まあ、あの誰とは言いませんけど、面白い話があって、風邪ひいちゃったんですか。ちょっとね、私今日はごめんなさい。 You catch a cold. I got a cold. My nose is running. 鼻水が出るって。My nose, nose is running. Running しちゃってる。そう、走っちゃってるって。My nose is running. あ、そういうんですか。そういうんですよ。鼻が走ってるよ。鼻が走ってる。Your nose is running とかね。Running? Running. ああ、一つ勉強になります。My nose is running. で、まあ、さあ、あの、その、ある、まあ、歴代首相の中で、ええ、まあ、ちょっと恥ずかしい首相がいたらしいです。恥ずかしい首相。恥ずかしい首相がいたらしい。英語ペラペラの、まあ、あの、いや、ある大統領が来て、ある向こうから大統領が来て、その挨拶をね、あの、しなきゃいけないから、How are you? って言うつもりは、Who are you? って言っちゃった。不安言って不安言っちゃったんですね。相手の大統領が、I'm Mrs. Clinton's husband って言ったんですね。クリントン夫人のだご主人ですね。ということはクリントン大統領の話ですけど、それ大統領が冗談で。